押したいぜ。今までの人生経験から若者に言っておきたいこととかありますか？あー、なるほどね。いっぱいあるで。今高校野球やってる人はマジで真剣にやった方がいいと思う。自分のために。俺が高校野球やってた時は真面目にやってなかったから後悔してます、かなり。今高校野球やってて練習しんどいなとか監督に怒られんの嫌やなとか思いながらやってる人たちは、自分のためにプロを目指してるんやったらなおさら一生懸命やった方がマジで後悔する。俺だって高校時代に戻りたいですもん。戻れるのであれば。練習しんどいけど高校時代に戻ってやり直したい。もっと真剣にやっときたかった、野球を。あの時は監督に怒られたくないとかエラーしたくないとか、いろいろこう違うこと考えながらやってた高校時代があった。まあ、野球以外でも言えるな。いやマジでね、戻れないんすよ。よく言うやん、大人だったらあん時やっとけばよかったな。まあ、勉強にしてもそうやけど、マジそれない。戻れないんすよね、年って。若くなれない。後悔しかないよね。けど戻れないよね。今をほんまに大切にやった方がいいと思う。忖度なしで俺が思うこと、ほんまに俺が思ってること、これマジで。結構あん時って大人にさ、いや俺若い時もっとやってたらなとか言うやつおるやん。結構、いやもっと昔に戻ってほんまあん時ちゃんとやっとけばよかったなとか言うて、そんなん聞いても、あはいはいみたいな感じやん。若い時って俺もそんなよう言ってたよ、おっさんとかが。マジそれない。大人だったら自分まさにそう思っちゃった。あん時のおっさんが言ってたことって間違ってなかったよな。やっぱ俺もちゃんとやっとけばよかった。だから今勉強ちょっと行きたい大学あるけど、別にちょっとぐらい手抜いていいかなと思ってて受からんかった時マジで後悔する。あの女の子のこと好きやけど、まあいっか、告白せんでも。後悔するよこれ。そん時を大切にしないとマジ戻られへんから。人生で一番辛いのって戻れないことだと思う。やり直しができないっていうことが人生として一番後悔する。若いうち、若い人たち、おっさんは無理やけど若い人はほんまにちょっと考えて暮らしていった方がいいよ。それはそれで楽しかったんちゃう？いや楽しかったけど、例えばあそこでマジで真剣に野球やってたらもしかしたらプロになれてたんじゃないかなとか。まあ慣れてないと思うけどね。無理かもしれんけど、やってみないとわからんかったやん。あん時もうちょいしっかりご飯食べとけばとか。細かったから俺。今細い子おるやん絶対この放送見てて。野球やってるけど細いです、太らないです。飯食おう。後悔するから後々。プロになりたかったよそれはもちろん。